小麦粉で揉んだもつを洗っていきたいと思うんですけど、このままだと洗いにくいんでね、ざるにあげます。ざるにあげます。よいしょ、ざるにあげましょう。でざるにあげて、しっかり水道水でいいです。水道水で洗います。ちょっとね、匂いとかあるんで、臭みが苦手な人はきついかもしれないですけど、これやっとったら結構臭み取れるんで、やってみてください。水もしっかり切っといた方がいいですね。水もしっかり切りましょう。はい、ということでですね、もつ鍋用のもつの美味しくするための臭みの取り方でした。あとはね、もつ鍋の素とかで煮たら OK です。ということで、美味しいもつ鍋の作り方でした。バイバーイ。